皆さん、この3人の頭の上に何があるか分かりますか？来ましたよ、みんな来てますよ、反省してますよはい、リサちゃんと一緒に作ったリンゴルフの帽子が、はい、ついに到着しました。はい、お第2弾ですね。第2弾、うん、色が3色、白、白、はい、黒、黒とグレーですね。はい、ネズミ色っていうんですかね、ライトグレー滑ったなはい、を作ってみました。で、ロゴが全部違うんですけど、書いてあるのは一緒です。リンゴルフ、この白いタイプはちょっとこうニャニャニャっと筆記体ね、はい、うん、いう感じでやってみました。で、黒はもう本当にシンプルに大文字でこんな感じで、で、グレーはこう2段にしてこうシュッと見せる感じで作ってみました、うん、それでですね、ポイントが、この帽子の最大のポイントが、はい、無茶ぶり、伸びる伸びる、そうなんです、これね、わかるかな、伸びるんです、こんなに。お、リサちゃんおでこが前にいった。こんな伸びるんですよ。めっちゃ伸びる。はい、うん、ここ、これ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 、前髪をこう入れるときに指が入るんですよ、ちゃんと、うん、すごい入れやすいです。はい、カイド君入っても感変わんないでしょ普通のやつは結構伸びないんで、指がこうギュ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 みたいな、ギュギュギュってなっちゃうんですけど、これはこうスッと指が入るんでやりやすい。そう、うん、あ、で、後ろですね、後ろちゃんとしっかりマークあります。マーク入ってます。そう、新バージョンね、入ってる入ってる、はい、で、あの、このね、ニューエラさんのロゴもしっかり入ってますので、皆さんも入ってます。はい、いいですね、こういうかっこいい帽子メーカーとのコラボだから、これ街中でも全然いけるでしょ。全然いけますよ、もうこれなんてもういつだってかぶります。いつだっていけるね、これかぶってそうで、これかぶってインサ撮ってそうだもんね、リサちゃんがそうやるね、きっとはい、唾もあの曲がるんで、お好きにしてください。はい、なんかあゆちゃん野球やってそうな感じになったね。審判やってそう。あ、そっち？こっち？そっち？こっち？アウトなの？で、これ欲しいです私。あ、お、お、ありがとう。どうですか？若者にも、はい、いける感じ？行きます行きます。ヤングだからね。はい、そうそうそう、まあ。ヤングでもオールドでもどっちでもいけるような感じでデザインはしてみました。そう、誰でも似合いそう。うん、めちゃ似合ってますね。うん、そうそう。ほら。似合うでしょ、はい、ちょっとこの出てる髪の毛もそう、ちょっと出てる髪の毛もこう入れられる入れられると。で、あの、このシールの質問が結構あるんですけど、このシールはこれ剥がして、うん、裏とかに貼ってもいいかなと思います、うん、はい、これで洗わないんだよね、うん、これ大好きな人洗わないって言って、いや頼む、ここちょっと黄ばんでるから洗ってくれて、シール剥がして、そうそうそう、洗って、うん、貼ればいいじゃんっつってやってる。ぜひね、はい、手洗いしていただいて、はい、長く使っていただけたらなと思います、皆さん、ご購入お待ちしております。お願いします。144個しかないんで、全そうですよ、うん、一色、そう、一色144個なので、早い者勝ちですので、皆さんお願いします。お願いします。はい。